なあ、少しだけ散歩に行かないか？別に、お前と二人で散歩したいとか、そういうんじゃないぞ。海の風が気持ちいいから、味わっておきたいだけだ。またお前とエピロス島に来れてよかったよ。いつか戦いが全部終わったら、その時は二人で、いや、オーベルのみんなと来れたらいいな。からジロジロ見て、僕だって実はちょっと恥ずかしいんだからな。クー、あっちの方に綺麗な貝殻があるぞ。たくさん集めてあいつに見せてやろう。
んだよ。さっきからジロジロ見て。僕だって実はちょっと恥ずかしいんだからな。の方に綺麗な貝殻があるぞ。たくさん集めてあいつに見せてやろから。ジロジロ見て。僕だって実はちょっと恥ずかしいんだからな。私もみんなを守ります。私の踊り見せてあげる。何の、お前は強いのだな。見える。神、いや、負けるわけには。いきますよ。そんな。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・レ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・レ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣とな。勇敢なる騎士たちよ、
このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣とな。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣とな。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣とな。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣とな。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣とな。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。
勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。
勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・デ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。君がいつも頑張ってるから、俺も負けてはいられないって思う。あなたにとって、力になれるかわからないけど、隣にいたい、王者の、あなたにとって。君がいつも頑張ってるから、俺も負けてはいられないって思うんだ。
ロイ、貴様よくも。笑顔の一つでも見せてくれてもよいのでは。久方ぶりの再会なのですから。貴様、私にその首を打たれたいようだの。相変わらず冗談の通じないお人だ。オリビエへの進軍はルギスの命か。3年前の王都のみならず、今度はオリビエを戦火、国を裏切り、友を裏切ったルギスをこのような真似が許されると思うのか。貴様が使える男は、ルギスは忠義を忘れ。黙れ。何も知らぬあなたがあの方を語るな。あの方の心があなたに理解できるはずがない。平和な地でぬくぬくと生き、この国の美しさばかりを見てきた。そんなあなたに。これ以上の話は無駄か。私と勝負しろ、ロイ。かつて神殿騎士として肩を並べた者同士、ここで決着をつけようではないか。アデルハイド副将、これは騎士の一騎打ちだ。手を出すな。あの男と副将は同じ神殿騎士だった。だが私も助太刀させていただきます。デフロット、いらぬ。そなたも下がれ。今はカッコつけてる場合じゃねえぜ。オリビエを守りたいんだろう。それがあなたの騎士としての誇りなんだろう。デフロットてなわけでよ、色男の騎士殿、あんたは俺たち全員。まったくお前は。そこのオーベルの領主だったな。少しはまともになったか。何とでも言え。あの初陣でお前に負け、俺は自分の弱さを知った。仲間を、大切な人を守るために、そのために俺は強くなると決めた。ほう、思ったよりいい目つきだ。少しは楽しめそうだな。いいだろう、相手をしてやる。遠慮せずに全員でかかってくるがいい。その言葉、後悔するなよ。そんなに言うなら付き合うけど。お怪我のないようにしましょうね。
私を相手に多少なりとも抗ってみせるとはな。これは予想外だった。嫌味だよこの野郎、ふざけやがって。畜生が、まだ届かないのか。俺はこの男に勝てないのか。なあロイオ、一つ聞かせてくれ。何でしょうモーリス様。お前さんの目的はオリビエの制圧。どうも俺にはそうは思えねえんだ。さあどうでしょうね。なんだこの空と大地が震えるような方向は。わかんねえけど、どこかで聞いたことがあるよな。これまでだな。引き上げるぞ。状況で軍を引き、私の命すら取らぬとはどういうつもりだロイ。うん、己逃げるな。最後まで私と戦え、裏切り者だ。アーデルハイド、あなたは変わらないな。
常にまっすぐで、そして気高い。だが、それゆえに、この国の本当の姿がまるで何も見えていない。なんだと？あなたは守られている。昔も、今も、変わらずな、幸せな奴だ。どういう意味だ？待て、ロイ！ロロロロロ、おい、ご領主様、おはようございます。じゃーん、見てください。君がいつも頑張ってるから。君がいつも頑張ってるから。あの、王女の姿をしてはいますが、私の心はいつだって。まあ、これを私、どんな子、あなたらしい、心のこもった贈り物ですね。ありがとう。私の欲しいものを分かってくれる、あなたらしい心のこもった贈り物ですね。まあ、これを私に？どんな高価な宝石よりも嬉しいです。あなたらしい心のこもった贈り物ですね。あり、まあ、これを私に？どんな高価な宝石よりも嬉しいです。私の欲しいものを分かってくれる、その心遣いが何よりの宝物です。あなたらしい心のこもった贈り物ですね。ありがとう。これを私に？どんな高価な宝石よりも嬉しいです。これを私に？あなたのそのセンス嫌いではありませんよ。あなたらしい心のこもった贈り物ですね。これを私に？あなたのそのセンス嫌い。まあ、これを私に？あなたらしい心のこもった贈り物ですね。ありがとう。
うん。